まずはマーケットの振り返りです。先週は世界的に長期金利が上昇する中、株式市場は下落しました。特にハイテク企業の調整が大きく、ナスダック総合指数の下落が目立っています。米国の10年債利回りは 1.4% 台に上昇、金利上昇圧力は主要国市場に波及しています。為替市場では円安ドル高が進みました。米ドルが上昇する一方、資源国通貨は軟調な動きとなりました。商品市況では金価格が下落する一方で原油価格は上昇しました。先週のマーケットはいかがでしたか？先週半ばまでは世界的に金利上昇圧力が高まる中でも株価は堅調を維持し、為替市場ではユーロや5ドルの対円レートは高値圏で推移していました。しかし25日に世界的に金利の上昇が加速し、金利上昇圧力への警戒感が強まったことで株価は大きく下落しました。急ピッチの金利上昇に株価が過剰に反応したということでしょうか？今後の金融市場の展開はどのように見ていますか？米国金利の上昇に歯止めがかかれば、市場は落ち着きを取り戻し、株価の反発が期待できるでしょう。ただし、長期金利が一段と上振れるようであれば、調整は長引くと見ています。新型コロナワクチンの普及による経済の正常化期待を背景に、長期金利はじりじりと上がっていましたが、25日の米国金利の急上昇は何が背景にあったのでしょうか？先週の金利上昇は、期待インフレリスクの高まりでは説明できないと考えられます。パウエル FRB 議長の議会証言では、現在の金融緩和策を正常化に向けて修正するには、依然距離があることを確認しましたが、その後に長期金利は急上昇しました。その背景には、複数の蓄電銀総裁による長期金利の上昇を容認するような発言や、国債入札の不調が挙げられます。米長期金利の上昇が一段と加速するとは考えにくいものの、景気回復期待を背景に上昇圧力はくすぶると見ています。今後も金利上昇圧力が高まる局面では、金融市場が不安定になる可能性が高く、注意が必要ですね。株式市場は新型コロナ感染が拡大する前の水準を回復しているため、経済の正常化をすでに織り込んでいる状態といえます。株価の上昇基調は続くと見ていますが、物価上昇や金融緩和後退への警戒感が高まる局面では、調整は避けられないと考えられます。特に昨年11月以降、他の市場に比べ急ピッチで上昇してきた日本株のスピード調整には注意をしています。今週も米国の金融当局の発言には要注意ですね。今週も1日のウィリアムズニューヨーク連銀総裁講演や、2日のブレイナード FRB 理事講演、4日のパウエル FRB 議長のオンライン会合での発言が注目されます。経済指標では1日に米国の2月 ISM 製造業景気指数、3日に2月 ISM サービス業景気指数、5日に2月米雇用統計が発表されます。米国景気の堅調さが確認されるか注目です。米国の金利上昇が一服するかどうかが焦点ですね。特にどのイベントに注目していますか？週後半も金利上昇圧力が高まる状況なら、4日のパウエル議長の発言が市場に与える影響は大きくなるでしょう。ありがとうございました。詳細は今週の投資環境ウィークリーをご確認ください。